フランスのパリにラッシュのコンセプトストアがあるんですけど、そこではすっごいフレッシュでオーガニックなお花とかで、見た目が食べ物みたいなスイーツみたいな見た目の商品がすごいたくさん売ってるみたいなんですね。でそこでしか手に入らないフェイスマスク、顔のパックがあるんですけど、そのうちの一つがアボカドアイスクリームっていう名前なんですけど、名前の通りアボカドを使ったマスクなんですけど、私ラッシュ大好きなのですごいそれ使ってみたいんですけど、パリ限定なので日本だけじゃなくてここイギリスでもなかなか手に入れにくいんですよね。ちょっと原材料を見てみたら本当にシンプルで冷蔵庫にあるもので作れそうだったので、今回はそのフェイスマスクを参考にして実際に作って使ってみたいと思います。それではやっていきます。材料は本当にシンプルでアボカド、あとレモン、ソイヨーグルトですね。豆乳のヨーグルトでココナッツのフレーバーがついてます。このココナッツも本当のココナッツオイルなので肌にいいかなと思います。まずはアボカド切っていきます。ゾンビアボカドじゃないといいんですけど、ちゃんと選んだからね、多分大丈夫。はい、あ、よかった、綺麗なアボカドだったOK で、これお腹をスプーンでくりぬいて、アボカドはタンパク質もビタミンも豊富なので食べるのもいいし、肌に塗っても良さそう。でこれもそーっと、このアボカドの皮を後で入れ物にしたいので破れないようにちょっと慎重にくり抜きます。 OK、 そしたら次レモン伯爵、レモン伯爵切っていきます。レモン絞ってもらっていいですか？いいね、頑張れ、もう一息。ありがとうございました。レモンはビタミン C がたっぷりなのでお肌のキメを整えてくれて引き締めてくれる。じゃああとはこのヨーグルトを入れていきます。ヨーグルト入れていきます。ヨーグルトはどうしようかな、あんまりいっぱい入れると多分緩くなっちゃうから、2杯3杯ぐらいしとこうかな。うん、 OK。 はい、これをこのポンコツミキサーで混ぜていきますか。ほら、これ取れちゃうんだよねちょっと頑張ってくれ。薬局とかでたまに売ってるんですけど、それも高い。たった1枚で2ポンド、だから日本円にしたら、300円、1枚300円。あ、でもまた取れた。そう、1枚300円くらいになっちゃうから、それをでもまあ1週間に1回やるっていうぐらいだったらいいのかな、うん、もうあほらこんな感じになって。うん、いい感じになってきた。はい、完成しました。こんな感じでアボカドのフェイスパックで、これをアボカドの皮に入れて。はい、こんな感じです。私いつもマスクをするときにこういうフェイスオイルを一回顔に塗ってから使うんですよ。そうするとお肌がオイルで柔らかくなるので栄養がお肌に入りやすい。なので今回もこれジュリークの使って塗っていこうと思います。どこかなこんな感じだね。じゃあこれで、まあ、15分ぐらい、そのくらい待ちます。はい、じゃあ15分経ったので取っていきます。ウェットタオルであったかいお湯で濡らしたのでこんな感じ。もう本当にすっごいもちもちでスキンケアしてで OK だと思います。レモンが入ってるのですっごい乾燥肌な人とかはちょっとこう塗ってる時にピリピリしてきたりすると思うんですけど、多分赤みが出たり痒くなったりすごいひどいことになるってことじゃなければ大丈夫だと思います。乾燥してるお肌にこうレモンのビタミンがちょっと刺激になったりもするの で心配だったらレモン抜いても全然大丈夫だし、なんならアボカドだけ塗っても本当にいいと思います。今回はアボカド1個使ってだいたい5、6回分ぐらい使えると思います。レモンが入ってるのである程度の保存は効くと思うんですよ。なので残った分はラップして冷蔵庫に入れておけば多分大丈夫だと思います。でも使う時は必ず消毒した手とか綺麗なスプーンを使った方がカビを防げると思うので、それでやってみてください。それでは。